だよ。機械になりかけてる俺がご飯食べちゃおかしい？そんなことないよ。あ、そうだ、お茶飲むだろ、お茶。バカ野郎、ケンイチの胃袋が錆びちまったらどうすんだ。そうなのかい？あ、そうだ、お前もうすぐ誕生日だったよな。父ちゃん何でも買ってやるぞ。よかったね、ケンイチ。俺の誕生日は11月、もうとっくに過ぎちまってるよ。あ男は細かいことにこだわるな。何がいい？ゲームか自転車か、それともおもちゃのロボットか。バカ、なんてこと言うんだい、無神経だね。バカとはなんだ、俺はな。父ちゃん、母ちゃん、はい、心配するなって。俺が人間に戻れる可能性は十分にあるって武田長官も言ってた。そのために今朝も防衛隊の実験に呼ばれてんだ。それにさ、頭ん中がコンピューターになったおかげで成績だってトップなんだ。まったく機械化帝国様々だよ。へへ、ケンイチ、くよくよすんなって。じゃあ行ってくるぜ。成績なんかビリでいいんだよ。元のケンイチに戻ってくれたらそれだけでいいんだよ。あの野郎。はどうだ。物質復元装置異常なし。シグナルオールグリーン、準備完了。いつでも行けます。全員ゴーグル装着。物質復元装置実験開始。スイッチオン。エネルギー充填開始。 20% 40% 60%。 エネルギー充填完了。発射。この光は人間どもめ。これは機械心臓。あの光は我らにとって危険な光だ。危険な光。長官、これ以上の使用は危険です。どうだ行ってみようぜ。ああ、こら。元に戻ってないわ。失敗みたいね。なんだ、期待してたのによ。やっぱ防衛隊には無理なんだよ。残念ですが、そのようですね。がっかりだな、ケイチ。あー、どうした？ケイチくん、早く早く。なんだよ、ヒロミ。ほら、見てよ。ん？あー、花だ。元に戻ってる。本物だろうな。本物の花だ。実験が成功したんだわ。ケイチ、これで元の体に戻れるわよ。よかったね、ケイチ。ああ、よかったな、ケイチ。本当よかった。どうして装置を使っちゃいけないんです？さっきの実験で街が全部元に戻らなかったからですか？確かに街や惑星は無理でも、ケイチの体だけなら。ケンイチ君にあの装置を試してください。お願いします。君たちの気持ちはよくわかる。しかし、土や植物で成功したからといって人間でも成功するとは限らんのだ。え、安全のためもうしばらく実験する必要があるんだ。もうしばらくって一体いつなんです？わからん。明日になるか、半年先になるのか。半年？そんなのんきなこと言ってたら、ケンイチは完全に機械になっちゃうじゃない。そう言われても、できんものはできんのじゃ。今のままではあまりにも危険が多すぎるんだ。分かってくれ。しかし約束しよう。私の名誉、いや、防衛隊の名誉にかけて、君の体は元に戻してみせる。そうこなくっちゃ。長官、私たちも応援するから頑張って。ああ。機械神様、人間どもの光いかがいたしましょう。このまま放っておいては、いずれ我が機械化帝国の脅威となることは間違いあるまい。人
間の分際で小賢しい真似を。エンジン大王、ほ、直ちに地球へ行き、奴らの装置を破壊しろ。おほ。そうか。でも実験は失敗したわけじゃないんだし、決して希望を捨てちゃいけないぞ。はい。問題はケイチの方だな。落ち込んでなきゃいいんだが。私もそれが心配なんです。お出迎え、ご苦労ご苦労。ちょっと道を開けてね。止まれ止まれ。じゃあなんだよ、演奏して困ってたから引っ張ってやったのに。校庭まで引っ張ってくるやつがあるか。駐車場へ回れ。駐車場、悪いけど俺疲れちゃった。あとは自分で運んでよ。ほんじゃ。おい待てこら。皆崎くん、どうやら心配ないらしいな。東大寺の三月堂を過ぎ、若草山の方角に道を取る途中で、むかなんだ、ひろみもそこまでか。誰かここから先を読めないか。はい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 。ん、ケンイチか。よし、読んでみろ。はい。東大寺の三月堂を過ぎ、若草山の方角に道を取ると、途中田向山八幡宮の小さなお社がある。この機械の体って勉強の時には便利よね。よせやい、おいら頭悪くても人間のままの方がいいぜ。静かな感動に包まれて参詣を終え、そのまま足を運ぶと、左の崖下に何か古い色彩を。頼むぞケンチ。負けるなゴロ。やったケイチ。どうもやったな。なんだよ話って。ボンたちが待ってんだから黙ってないで早く言えよ。あ、まさかお前恋の告白だったりして。私前からケイチ君のことを。本当ですか。実は僕も君のことが。なってる。なんだよ、今日は怒んないのかよ。ケイチ、もう無理しないで。え、嘘ついてもダメよ、私にはわかるの。何のことだかわかんねえよ。みんなの前で精一杯明るく振る舞うケイチを見てるのが私辛いの。みんなに心配かけたくない気持ちはわかるわ。でも違う。え、そんなんじゃない、そんなにかっこいいもんじゃないんだ。怖いんだ、俺怖いんだよ。時々自分が自分でなくなるような気がして。ケイチ、こうしてる間も俺の体どんどん機械になってんだ。だから何かしてないとたまらなく怖いんだ。いやだ、俺機械になっちまうなんて嫌だ。ケイチ、怖くて当たり前よ、人間なんだもん。ケイチは人間なんだもん。しのぶ、長官はダメだって言ってたけど、私たちだけであの装置を試してみましょうよ。最後まで諦めないで。そうだな、諦めちゃダメだよな。ありがとうしのぶ。見学したい。一体どういう風の吹き回しじゃ。第一、学校はどうしたんじゃ。これも社会科の授業なんです。中島先生が防衛隊の素晴らしい設備をしっかり見学するようにって。はあ、彼もなかなか防衛隊を理解してきたようだな。待てよ、この連中またしても何か企んでいるのかもしれんな。なんで長官なんか呼ぶんだよ。物質復元装置のある研究室に入るには防衛隊の ID カードが必要なんです。よろしい、このわしが特別に君たちを案内してやろう。しっかり勉強するように出発。うまよ、マーボー。なんだかもったいないな。何言ってんの。わしの大事な制服が。ごめんなさい。大変、すぐに取らないと染みになりますよ。さあ脱いで脱いで。
ちょっと待て。任せてください。ザウラーズが責任持ってきれいにしますから。ザウラーズだから信用できるのだ。そこまで言うんならご自分できれいにしてください。分かっとるわい。長官、今度はなんだ。トイレ貸してください。私もお願いします。ケンイチも行くわよね。ああ仕方がない、ここで待ってるから早く行ってこい。俺大きい方なんで。そ、時間かかるよな。後から追いつきますから先に行ってください。いや、そういうわけには。大丈夫ですよ。それより早く見学に行きましょう。おい、うまくいったな。教授、研究室ってのはどこなんだ。確か一番上の階です。行こうぜ。あの部屋がな。間違いありません。よし、開いたぜ。あー、ありました。だいたいわかりました。動かせそうです。装置の設計図と今までの実験データのようです。すげー、防衛隊もやるじゃん。これが我が防衛隊自慢の戦車隊である。何か質問は？見てよ、あの問題難しくてさ、なかなか解けない。聞いてます。私たちが安心していられるのも防衛隊のおかげです。分かればよろしい。それにしてもトイレに行った連中は遅いの。おいら探しに行ってくるよ。そうだな、君に頼むか。オッケー。また。やはりわしが見てこよう。ここで待っててくれ。まずいぜ、バレちゃうよ。ねえ、なんとかして引き止めてよ。そうは言っても。そうだ、あの連中のやることだ。念には念を入れて調べんとな。あー、助けてー。バカモン、早く止めろ。止まりません。逃げてください、長官。準備完了です。ケンイチ君、用意してください。しのぶ、これ持っててくれ。ケンイチ、俺にもしものことがあったら俺の代わりにそれを使ってくれ。バカなこと言わないで。では行きます。スイッチオン。発射。なんですって、子供たちが。一刻も早くこの悪ガキどもを引き取りに来たまえ。まったくお前たちと来たら。おい、あの4人はどこまでトイレに行ったんだ。そうか、物質復元装置だな。残念だがこのカードがないとあそこには。ない。やめろ。長官、すぐに装置を止めるんだ。待ってください、このまま続けさせてください。失敗したら彼がどうなるかわからんのだぞ。それでもいいのか。な、何事だ。つまらない装置は破壊しました。次はお前たちの番です。覚悟しなさい。やめろー、ケンイチ。貴様の相手はこの俺だ。面白い、お前が私と戦うというのですか。子供たちを避難させろ。頑張れケンイチ。負けるだよ。さあ早く逃げろ、ケンイチ。何をやっとる。復元装置の設計図とデータを取り出さないと。そうはさせません。フロッピーディスクだ。わしがやる。このみんな
庫へ戻るぞ。中島先生、グッドタイミング。やつはこっちだ。なかなかやりますね。もう手加減しませんよ。今からでも遅くはない。我が機械化帝国の仲間になりなさい。誰がお前たちの仲間なんかに。俺の体を元に戻せ。愚かなやつめ。我らの仲間にならなかった報いを受けてもらいましょう。覚悟はできましたか。これは。ゴーザーラ、ペンチハーブ。おのれ。大丈夫、ペンチ。みんな。おお、皆さん勢ぞろいですか。しつこいのでね。まとめてお相手しましょう。かかってきなさい。行くぞ、ヨージ。了解。マグマショック。グランショック。来てくれたぜ。ケイチ、これ。心配かけたな。ケイチ、すぐに合体よ。行くぜ、みんな。キングゴーザーラ。超熱血合体。荒れ狂う嵐飛び越えて、やっと会える、もっと燃える勇気合わせがむしゃらに。希望は。力を見せてやれ。助かったぜ、長官。チャンスよ、ケイチ。よし、キングブレード。復元装置は破壊しました。我らの勝利は時間の問題。復元装置を破壊され、設計図とデータまで失ってしまった。全く面目ない。元気出しなよ。設計図とデータなら無事だぜ。なんだと。俺の頭のコンピューターにバッチリ記憶してある。本当か。でかしたぞ。これで研究が続けられるわい。ケイチ、きっと元の体に戻れるわよ。ああ、機械化帝国なんかに負けてたまるか。万歳。物質復元装置がついに完成。これで元の体に戻れるぜ。ゲゲ、装置を狙って機械化帝国が俺たちの学校を襲撃してきた。
このままじゃゴーザウラーの基地がバレちまう。やい開花帝国、こっから先は俺が通さねえ。次回熱血最強ゴーザウラー出動、サイボーグケンイチ全員まとめて